こんばんは。お久しぶりです、皆さん。佐野です。久しぶりにインスタライブやってます。こんばんは。元気ですか、皆さん。ちょっと今日ゲリラですね。メリークリスマス早いな。だいぶ早いな。生佐野ではないね。これ画面通してるからね。こんにちは。ちょっと今日は、別の場所にいるので、ちょっとこういうわけのわかんない格好でやってます。お、なにこれ？え？なにこれ？あ、聞けた。お、新機能、なにこれ？なんか、いいねみたいなの押せるんだけど、へぇ。今日はお家じゃないですね。なんか、あんま変なとこ映すと、どこにいるかバレないと思うけど、ちょっと、ここ以上動かせない。画角をね。ピースしてもなるよ。何が？何になるの？出てくるの？なんか、お！何これ？鼻水しちゃった。え？何これ？ほえ？何この機能？何もならんかい？何もならんのかい？え？え、さっきのさ、なんかこの、ポワンポワンポワングッドマークは何あれ？え、待って、この機能知ってる人いた？ピースしたら風船上がってくんの？これ。ハートしたら反応する。ガチ。うわ、ハートしたくね。本当だよな、それ絶対やるぞ。ハートしたらなんか出てくるってこと？出てこないね、かいお前、ほら。めちゃくちゃ悪かった。出てこないね、かいな、もうお前。ピースがなんかあります？こういうエフェクトみたいな。誕生日おめでとう。ちゃんとしてないから、ちゃんとしたハートって何？手でハート。本当だった、ごめん。本当だった。え、ガチ？は？は？え、厳しくない？ハートの認識。え、すごない。知らなかった。厳しいって、厳しいわ。こっちは、え、ああ、やってられっか、もう、こんな。綺麗にやんなきゃ出ねえわ。まだまだ改善の余地があります、インスタグラムさん。おー、降ってきた。え、すごない？これ、何これ？全部教えてくれ。それチートのやつ。なんか最新機種ならなるんだ。
まあ、何したかったかっていうと、まあ、ちょっと久しぶりにインスタライブしたかっただけですね。ちょっと今日、あとほら、俺もう8時前にさ、いるんだよ、このホテルというか、ここに。なんで、まあちょっと、選択肢としては、まあちょっと、何、漫画とか読むか、何しようかなって思った時に、お、インスタライブ、インスタライブと思ってインスタライブやってます。この後キラリーっていうファンクラブでも配信するんで、そっちの方見に来てください。シュンタ見てる？ガチ？アジュトラもいいんじゃん。何してんだよお前らや。なんかさ、静岡やるの？静岡昨日行ったよ。ジュトラ何してんの？まあ、ファンの方とお話ししてる。昨日静岡行ったんだよ俺。なんかさ、ちょっとなんか何その自分で言うことじゃないの分かってんだけどさ、すっごい声かけてくれて、ちょっと俺有名になったかなあ、ちょっと俺有名になったかなと思っちゃったね昨日ね。さすがにちょっとだけね、コロナ前からさ、コロナ後はそんな出歩いてなかったからさ、ちゃんとなんかその街を徘徊するみたいな。静岡降りたら結構いろんな方が声かけてくれて、あ、なんか見たことある、佐野裕太だ、佐野裕太みたいな感じとか。ちょっと何してんの？見ればわかるだろ、インスタライブだよお前ら、メンバー見ればわかるだろ。佐野裕太は初めてだったな。惜しかったね。惜しくねえよ、全然惜しくねえよ。ハヤトだしな。下の文字一個もあってないから。ちょっといろんな日本中回りたいですね。どこの県が一番僕のことを知ってくれてないのかっていうのをリサーチして、その県を集中的に攻撃していこうと思います。攻撃とかね、その認知活動していきたいと思います。有名？いやいやいや、なんだこいつ、こいつ、こいつなんだ、どうした寿太郎、こいつ寿太郎っぽくないコメントだな。寿太郎打ってるかお前。ハンバーグ食べてないっすね。私も名古屋駅でエスカレーター3段前に佐野くんいた。やめてそういうの。声かけよ、そういう時は。全然俺めちゃめちゃ招待はするけど、うっす、うっすぐらいで終わるけど。鳥取と島根の位置の覚え方知ってる？左が島根、右が鳥取。広島来て、長野来て、行きたい行きたいけど、なんか呼んでよ、仕事関係でさ。声かけていいの？いいよ。写真とか撮らなければね。写真撮れないのよ、先言っとくけど。わかる？俺がもしさ、普通の芸能やってなくてさ、うわ、芸能人いると思ったら写真撮りたいなと思う気持ちめっちゃわかるんだけど、撮れないんよ。まあ、事務所といろいろそういう契約とかあって撮れないの。申し訳ない。なんて申し訳ない。でも、喋りかけてきてもいいよ。攻撃とかダメだけど、喋りかけてくんのはあり。隠しるの OK。バカか。やめてくれ。ダメだよ、隠しとるわ。すっごく気持ち上がるんだけどね、本当に。友達に見せたいじゃん。でもダメだ。ダメなんだ。だって、やだもん俺、鼻ほじってるとことか撮られてさ、なんかツイッター上げられて、佐野鼻ほじりなのって、そんなイメージついたらやばいよ。僕、今日16歳です。え？メンズ？メンズ見てくれてんの？おめでとう、16歳。遠くから眺めんの OK。やだな、なんか遠くから眺められてるとかやだわ。普通に話しかけてほしいわ、だったら。僕今膝がちょっと痛くてね。寿太郎、俺ですら写真撮れないよ。こいつ何言ってんだ、ずっとマジで。わけわかんないよ、コメント固定しとこう、こいつ何こいつ
このコメントを固定したやつうちのビジュアル担当なんで、ミルクのビジュアル担当をフォローお願いします、うん、こいつももうすぐ20万人いくんでね、いざ行って、え、トイレなのバカか、バカか、トイレから配信する相手のどこにいるバカか、正崎大地引っ越したバカか、お前この前俺ん家来たばっかだよなバカか、ザヒが痛い、あぐらかけないんだよ今俺、ハヤト君変装してますか、まあ、するよね、さすがにね、なんか変装するとか芸能人ぶってるやん自分とかさ、他の方とかは別にいいんだよ、自分がすんのなんかちょっとあれだったけど、まあ、するね、やっぱちょっと気持ち、僕身長があるからさ180センチぐらいちょっとバレやすいんだよね、あ、そうだ、カレンダー出します僕カレンダー出します、あとでインスタグラム写真あげます、オフショットみたいなやつね、ぜひ応募してください、あと、あ、そうミルクの春ツアーやるからごめんなさい、ほこりかな170かと思った、身長180センチです、それだけでカレンダーちょうだい、こいつ本当にさ何でもかんでもちょうだいって言ってさ、自分でさ買ってくれる気全くないのよ、アクセサリーもさ、なんかちょっと俺額作ったじゃん、 G9 って書いて額、メンバーのグループのさメッセージのところにさ欲しい、なんか欲しいのあったら送ってきていいよって送ったの、ジュタラとか俺このブレス欲しいなとか、ジントも俺このメガネのやつ欲しいとか言ってくれた、大地できることなら全部欲しいです、バカか、しし、お隣さんし、お隣さん生配信中です、お隣さん声聞こえました、お隣さんの声、まあ全部欲しいって言ってくるのは嬉しいですけどね、でも大地くん自分で買う気全くないんで、基本的に何の話だっけ、何の話だっけ、ハンバーグだっけ、ハンバーグの話終わったよね、あれ何の話したっけ、やばい、すると、あ、カレンダー出すんでぜひ来てください、あ、来てください、ね、買ってください、あとそうミルクヒーローっていうツアーやるんで、なんか最近ねミルク気になってるって人が多くて嬉しいのよ、昨日も静岡でなんかミルクのファンの子とかもいてくれたし、なんかね ミルクどうのこうのって言ってる子もいっぱいいて嬉しいんで、ぜひミルクのツアー来てください、小学生の息子と見ています、バカ発言にちょっと引いてる息子がいる、バカ野郎、え、俺がバカ発言した今、息子大人にはなバカなふりをしなきゃいけない時もあるんだ、でも確かにちょっと俺発言ちょっとおかしいからな、やべえ充電が 20% だ、失恋してから慰めて元気を分けておくれ、え、なんか俺顔加工してるみたいになってない、なんかその顔勝手に加工してくれるの、ん、おう、は、なにこれ、なにこれ、どうやって止めんの、なにこれ、何の話したっけ、あとは回ってねえけど俺、コメント欄治安悪、そんなことないか、今日治安いいな、ゴリラに見えた、おいゴリラって言うな、ゴリラに失礼だろ、しゅんたカレンダーで毎日はやちゃんだね、何言ってんだこいつ、ミルクのメンバー何言ってか分かんねえな基本俺、
静岡おでん食べた。静岡っておでんが有名なんですか？クリスマスプレゼント何にする？誰に対しての？自分に？自分にプレゼントとか買わないよ。欲しくなったら買うんだもん俺。プリプリマン、こいつダメだ俺。こいつちょっとコメント報告、はい、コメント報告しておきました。正直これお腹で言ったらプリプリマン報告、コメント報告、コメント報告、ライブ動画から削除。よし、こいつら絶対一緒にいるわ。一緒にいることある？なんで今日なんか仕事あったっけ？ミルク、今日はちょっと久しぶりにみんなと話したくてインスタライブしましたって感じなんで、またちゃんとなんかそのうち俺あれやりたいのよ。カイ君とかさ、カラオケ配信してたよね。俺あれやりたいんだよな。あれちょっといつかやります。もうちょっとキラリーの方のとカラオケ大会します。ちょっとインスタライブでもやるけどね。キラリーに入っててよかったなと思ってほしいんで、そのうちあります。神戸に来て、行きたいよ、行きたいんだけどさ、呼んで仕事。なんかプライベートとかで行くときはさ、なんか別バレたくないし、仕事で呼んで。カラオケ配信する日か。ちょっと確定じゃないんだけどさ、確かに早めに知りたいよね。今日何日？ 8 日？来週どっかでやるかもしれないです。もしかしたらね。来週、ここで言うのおかしいか。でも、全然決まってないし、スケジュールちょっとあれなんだけど、14にやりたいって話はしてた。で、今ちょっとね、まだわかんない、全然。結構細か？え、そうなの？サムネしてちょっと一旦ね、一旦ちょっと、まだ。14にやるかもしれないし、いや、全然やれないかもしれないんだけど、キラリどうやって入るの？キラリは、この辺しまったらちょっと、ストーリーにあげるから入り方。何歌うか。それもね、まだわかんないのよ。いろいろあって。言うたら、プリプリマンカラオケってことが、こいつ何言ってんだ、マジで。本当に。え、何言ってんの、マジで、ミルクのメンバー、今日。カラオケ配信、もし、好評だったら、たくさんやりたいと思ってますけれども。なんせ、家でできないんで、ちょっと大変なんですよ、あれ。準備とか。だから、まあ、ちょっとインスタライブで数曲歌ってキラリで何人か歌おう、何回か歌おうみたいな感じでやっていきます。プリプリマンって何？プリプリマン？お尻がプリプリってこと？俺お尻最近プリプリじゃないぞ。一旦プリプリマンカラオケか。どういうこと？カラオケなぁ。なんかさ、別に俺歌そんな上手いわけでもないしさ、なんかあれって3分ぐらい歌うわけじゃん。あれ見てられる？正直な話、全部ワンハーフとかにするか。見てらんないって3分間。俺のなんかジントとかみたいにさ、ザ歌って聞かせられたらいいけどさ、無理だよ俺。今日キラリやるよ、ちょっとだけね。明日も早いんで、ちょっとこう別の場所にいるんですよ、僕。仕事終わってね。全然見てられる。いや、俺がしんどいて。俺がしんどい。どういう感じでその真面目にこうやって歌ってんの見てられる？キラリ何時？
ああ、じゃあ何時、あと、まあ、5分か10分後ぐらいにか始めようかね。歌うまい、まあ普通なのよ。カラオケでまあ別に聴いてられるぐらいのレベル、プロのレベルってのはないんだよ。別にね。なんで、まあまあまあ、ちょっと友達とカラオケ来てるみたいな感覚で歌ってもらえれば、あ、聴いてもらえれば。明日何時から何しようだよ。この場所今もし特定してる人いたら来るだろ。言わねえよ。なんかプリプリマンでコメント埋まってる。やだ、俺の通りなプリプリマン。だってプをブに書いたらブリブリマンだぞ。やだよ。ブリブリザイモンと変わんないもん。ね、このペンでペン回しとかしようと思ったら、このペンにホテルの名前とか書いてあるやつだ。ブリブリマンだけやめて。ジョージ垂れ流しみたいな聞こえ方になっちゃうからさ。危ないよね。プリプリマンって佐野さんのことなの？そういうことじゃないの？プリカラで歌ってほしい曲考えておきます。お、何言ってんだこいつ。人からをプリカラ、どういうこと？ちょっとこいつら分からないんで、ちょっと一旦もうそろそろインスタライブやめます。メンバーがコメントできないキラリ配信に行きます。僕はお前らの影響力大きいんだからな。みんながそのコメント書くからやめろ。やばい、本当になんか、みんながお尻の話し始めてる。こんばんは。そんな感じで、今からキラリ行ってきます。バイバイ、ありがとう見てくれて。キラリ、来週俺カラオケ配信するから、キラリ、今のうちに入っておいた方がいいかもね。バイバイ。